お金はいっぱい持ってるの効果がすごい。転職先を引き寄せました。この不景気に派遣の契約満了だけど、なぜか焦りはなくて、どうにかなると楽観で、今よりいい職場に行けるって思って疑ってなかった。アラフォーで正社員経験も事務の経験もないんだけど、事務職の正社員になれました。派遣先の上司の紹介です。真面目に仕事しててよかった。おめでとう。やっぱり日頃の行いはちゃんと見られているんですね。陰徳用法ですね。私、お金を引き寄せたかったんだけど、なんか面白いことになってきた。ここ何ヶ月かお金が欲しい、お金が欲しい、なんでこんなにお金が欲しいんだってくらい、お金のことばっかり考えてたら旦那が昇進した。いくら給料が上がるか知らないけど、これでよかったのかな。旦那が昇進転勤したいと言ってたから旦那が引き寄せたのかもしれないけど、本当にここ何ヶ月かのお金が欲しい願望は異常だった。旦那が昇進したら急にその欲もなくなった。経済見直せって時期だったのかな。お金の心配がなくなる。お金はいっぱい持ってるって自分に言い聞かせてたら、なぜか会う人ほとんどから3000円とか1万円とかお金をもらってます。銀行からお金出さなくても生活に困らない程度に財布に入っています。100円であってもこれは素晴らしい価値があって、これでジュース買える自分すごいじゃんっていう気持ちを常に持ってました。いいサイクルになったのは間違いないから、この気持ちをこれからも忘れずに行こうと思うよ。もっとお金を引き寄せるぞ。引き寄せに失敗ばかりのタイプなのですが、生まれてこの方彼氏がいたことがなく、30も過ぎてしまいました。おまけに仕事も契約切れで、あと2週間くらいで終わります。実家にいますが、家族からの冷ややかな目や言葉に耐えきれないです。その世界は自分が作っていると何度か目にしましたが、そんなことわかってる。でも両親から結婚は、仕事はと言われてしまいます。それも自分が作ってるとは思いますが、どうしたら変えられますか。私自身やはり実家にいる自分、結婚できない自分、仕事がない自分が恥ずかしいと思ってしまっています。それが現実に現れているとは分かっていますが、分かったふりをしているのでしょうか。現実逃避しているのでしょうか。引き寄せの最終ゴールは現実が幻想だったと気づくこと。人間ってどうしても肉体とくっついて生きてるので、現実がリアルだと感じてしまうものなんだけどね。だからあなたが実家にいる自分、結婚できない自分と思っているのも、幻想を見てそう判断しちゃってるだけだと思う。現実って私が作ってただけなんだなって思うきっかけがあったら、その前提が崩れていくかもしれない。他人や家族、周りの人の評価で自分の価値を決める必要はないですよ。周りや家族の評価で自分の価値を下げたりしないと決めて、家族から冷ややかな目を向けられようが、心ない言葉を言われても、私は私に温かな目を向けて励ましていくんだと思って、そのようにしてあげるのも慈愛になると思いますよ。彼氏や仕事のことも恥ずかしいとか気にしなくていいと思いますよ。そこにフォーカスを向けずに、どうなりたいか、どうありたいかに意識を向けていけたらいいですよね。彼氏も急にできたっていいし、仕事もすごいところに就職するかも、もしかしたら起業もあるかも。人生、何が起こるか分かりません。人生は RPG ゲームみたいなもので、自分の行きたい方に行けばそうなります。あなたの思い通りになりますよ。慈愛ですね。自分を大事にしない日々でしたので心がけたいと思います。どうなりたいか、どうありたいかに目を向けようとすると、表裏一体のように不安と引き寄せを信じていいのかがくっついてしまいます。そこにすぐ目を向けずに、なりたい自分にフォーカスするだけでいいのでしょうか。これは現実逃避にはなりませんか。潜在意識は変化を嫌うそうなんですね。
だから、たとえその状況が辛い状況だったとしても、潜在意識はそれを維持しようとする。だからあなたが新しく変化しようとするときに、抵抗が生まれるのは珍しいことではなくて、当たり前のことなんだって考えてみてください。だから、あまり気にせずに引き寄せを楽しく続けていっても大丈夫。望むあなたに変化したら、潜在意識は今度はその理想のあなたを全力で維持してくれると思います。それでも、どうしても辛い時は無理してやらなくてもいいと思いますよ。そんな時は、他にやりたいこととか、何か心が軽く楽しくなることをしたり、好きなものを食べたりするのもすごく効果的だと思います。どうありたいかにフォーカスすることを、私は現実逃避だとは思ってないです。逆に現実を見つめたから、ここはこうなってほしい、こういうものを引き寄せたい、ここはこう変えていきたいという望みが明確になると思ってる。でも、現実逃避だったとしてもいいじゃないですか。嫌なことに目を向けて暗いどんより気分でいるより、楽しく今日を過ごしてください。引き寄せを成功させることも、楽しく人生を生きることもコツは同じ。どんな自分の感情も否定しないで受け入れるだけだよ。私の場合はイメージとかも必要ない。自分を大事にすると自然とシンクロニシティが起きる。ポジティブシンキングもいらないというか、なんなら逆効果の場合があるから、ポジティブにならなくてもいい。ネガティブな自分を受け入れたら、おのずと望みが叶うよ。意識するのは平常心になることだと思う。素敵な年下の彼に片思いしてました。どう見ても自分には不釣り合いだと思っていたんだけど、一日に一、二通メッセージがあるのが普通で、ほとんど私からの質問で彼は答えるだけでした。特に仲良しという感じではなく、 SNS で紹介されてた方法を参考にして、狙った男性からは必ず愛される私、彼に愛されている私と設定して3日で効果が出ました。昨日はこれまでとは違って、私に興味が出たようで、いろんなことを質問されました。来週は食事をすることになったので、一応デートかな。素敵。デート楽しんでくださいね。自分で設定するって方法は成功例が多い気がしますね。お金好きな人というか、お金を稼いでいる人って本当にお金引き寄せますよね。お金が勝手に引き寄せられるから、お金も好きになるし、お金も稼げるってことなのかな。旦那がお金が大好きで、不動産とかいろんなことやってるけど、結婚してからお金が舞い込む話ばっかり。小さなことだと、ゴルフで毎回商品券もらってきたり、あれが食べたいと思えば旦那の知り合いからたまたまもらえたり。お金ってお金のあるところに来るんだと本当に実感しています。あと、旦那の友達がやはりお金持ちが多くて気前がいい人が多いからかも。仲間内でお金がぐるぐるしているのかなって思います。お金持ちだから、ぐるぐるするお金の量が多いのかな。それあるかも。やっぱり低収入な人が多い仲間だと、その中で回るお金もちょっとしかないよね。私は美味しいものを食べるのが大好きなんですが、お腹が空いたなぁと思って、たまたま目の前にあったレストランに入ったら、すごく美味しくて、実はすごい有名なお店だったってことが多いんです。そういった面でも引き寄せているなぁって思いますね。だから食に関してはめちゃくちゃ自信があります。何でも引き寄せれるのだろうけど、得意なこと自信があるジャンルが特別に引き寄せやすいというのはある気がしますね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。